こんにちは、マンコ田中坊です。はい、今日はこのホンダ N 版に乗っています。この N 版で今から高ぼっち高原に一人ぼっちでまた車中泊に行こうと思ってます。この間もちょっとこの間は結構皆さんで車中泊に行ったんですが、今日は一人で行って、ほんまただ寝るだけに行こうと思っています。で、今ここ長野県の松本にあるセブンイレブンさんなんですけど、そう、上行って食べようかな思ったんやけど、もう上行った、その上いうのは高ぼっち高原のことですが、高ぼっち高原行ってもう食べよう思ったけど、ここでね、もうチンしてもらったんで、もうあったかいうちに食べて上で寝るだけっていう感じで行きたいと思います。では今から食べちゃいたいと思います。はい、今日の晩御飯です。香ばしい炒めのあんかけ焼きそば、そしてだし香る醤油ワンタンスープ、ほんで炭火焼き塩ホルモン。このあんかけ焼きそばも、そう、ちょっと野菜不足しとるかな思って、野菜が結構これたっぷり入ってるんで、それで選びました。うん、結構ワンタンいっぱい入ってて美味しい。うん、はい、ごちそうさまでした。美味しかった。はい、じゃあ今から高ぼっち高原の方に向かっていきたいと思います。今から高ぼっち高原に向かうにちょっとルートを説明したいと思います。現在の場所がはい、ここ松本市なんですが、松本市のセブンイレブンさんにいます。松本牛伏寺下店、読めていません。はい、今日は松本ルートで行きたいと思います。松本のルートはこの今いるセブンイレブンからピューッと来て、ここまずはこの崖の湯っていう場所で一回止めてるんですけども、高ぼっち高原にこの崖の湯からこうずーっとこの道を上がっていって、ちょっとグネグネ道になってるんですが、そして上がっていくと同じようにこっち高ぼっち高原の方に行きます。塩尻峠の方からになると、こっちのぐるーっとこう回ってきて、こういうルートをさっき取ってたと思うんですが、今回はこのルートこういう感じで上がっていきます。はい、では今から上がっていきたいと思います。高ぼっち高原まで走行風景を撮りながら行きたいと思います。今日は、まあ、持ち物っていうか、もう、ほんまに上に上がって寝に行くだけなんで、これ友達にもらった朝ご飯にしようと思って、パン、たっぷりマヨネーズ、ホットケーキサンドを朝ご飯にしようと思って、もう、食べ物もこれだけですね。ほんで、今、セブンイレブンで買ったお茶と、これだけを持って上がって、もう明日朝食べて、また降りてこようと思います。はい、では、出発したいと思います。出発時刻は10時45分、 PM10 時45分。そして温度の方ですか、ここ松本市のセブンイレブン、標高は多分600メートルぐらいかな、700メートルぐらいかなっていうとこなんですけども、14度となっています。また上に上がったら何度になってるか、上高ぼっち高原は1660メートルぐらいの標高になります。はい、ではただいまから出発します。先ほど映した時は10時45分言うたんですけど、出発は10時52分になりました。出発しまーす。ゴーゴー。オッケー。はーい、セブンイレブンを出発しました。まあ、頂上までどれぐらいかかるかな、30分40分ぐらいあったら登れるんじゃないかなと思ってるんですけども、今から登っていくんで、そう、ポイントだけ曲がるところとか、ちょっとここは折って、曲がるところをポイントだけ押さえたいとは思ってるんですけども、ちょっと何を言ってるか分からない、何を言ってるか分からなくなったんですけど、はい、ここをまず左曲がります。そしてここを篠ノ目街道という道になります。篠ノ目街道、はい、こちらから行きます。
はい、ここ崖の湯方面、ここを左折で左に曲がります。はい、ここが崖の湯のホテルのあたりなんですが、ポイントはここまっすぐ行くんじゃなくて、ここを右に曲がっていきます。この建物が目印と言うてもあれですけども、これを右に曲がります。ここにちょうど看板があるんですけども、高ぼっち高原頂上まで約5キロという看板が上がっています。大きな鹿が歩いています。すごい角が生えた大きな鹿がこの木のところにいます。ピカ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 、今ちょうど鹿がこっちを見ています。おお、すごい。はい、ここで高ぼっち高原の頂上まであと1キロっていうところまでやってきました。そう、今でセブンイレブンを出発して24分経過しています。ずっと一応この道のこの後頂上まで、もう少しになってきたんですが、この道見ての通りなんですけども、一応全部アスファルトで、アスファルト舗装はされています。あと道幅はちょっとところどころ、やっぱり車1台分、基本的には車1台分ぐらいの道幅で、ほんでところどころ広くなっている場所があるんで、今日今登ってくる間に1台車がすれ違ったんですけども、その1台も十分ちょっと広くなっている場所でうまくかわせるんで、はい、そんなに心配のある道ではないです。ただちょっとアスファルト舗装ですが、結構道はボコボコしてるんで、ガッタンガッタン右に左にゴッコンゴッコンってなる場所は多いです。あとこの坂の勾配具合はまあまあこの N 番組でも難なく登ってこれます。はい、今のところ力強く N 番組グイングイ上がって、もう少しで頂上にたどり着きそうです。うん、そう、さっき大きい鹿がね、そう、ここ今のところ今日はまあスライドした車1台、そして大きな鹿、オス鹿ですね、角があったから1匹見たんですけども、ここでも結構鹿は本当によくいるんで、
そう、ね、鹿が道の真ん中にドーンとおる時もよくあるんで、そこは気をつけなあかんと思います。まあ、あとそうもうあの当たり前という言い方おかしいけど、まあ、今乗用車とか軽自動車とかやったらまあ難なくこれあの高ぼっち高原登ってこれるんですが、こっちのルートではちょっとトラックとかはどうなんかなと思います。あのね、そうでも一度高ぼっち高原で普通にあの木材とかをねあの積む大型トラックを高ぼっち高原のあのその一番頂上の方で見かけたことがあるんで、もしかしたら塩尻ルートとか向こうの方からは登れるんかな。こっちもいやでもちょっとねトラックで登るのはきついんちゃうかなと思うんやけど、でも実際いたんで、あれは塩尻峠の方から登ってきたんかな。でも塩尻峠からでも結構似たか寄ったかの道なんで、今から思ったらどうやって登ってきたんかが謎です。はい、そうこうしているうちに頂上に来ました。ほぼ頂上に来ました。はい、ではここがキャンプ場になっています。車中泊されてる方、車も結構いますね。ほんで向こうの方立ててる方もおられるんですが、まずここでもあの車中泊ができます。はい、ただいま到着したんですが、さっき何時やったっけ、10時41分ぐらいに、じゃあ10時51分ぐらいに上がるって上がってきたんですが、ただいまの時刻11時22分、はい、約30分で上がってきました。そして気温の方は先ほどしたセブンイレブンでは14度だったんですが、ここ高ぼっち高原の頂上では10度になっています。走行距離多分ね6キロ7キロぐらい走ってきたと思います。では今からこの向こうに広がっている夜景を外に見に行きたいと思います。はい、皆さんがちょっとあの車中泊で静かに寝ておられるんで、ちょっと静かに喋るんですけども、こちらが松本市塩尻市方面の夜景です。ちょっと手前に木があるんで全部見えないんですけども、こんな感じで松本の街が光っています。はい、じゃあ今からあのここはあの高ぼっち高原のキャンプ場の方の駐車場になるんですが、この松本市の夜景をちょっと見たんで、今回僕を寝床にしようと思ってるところはもう一個先に駐車場があります。そちらの方で車中泊をしたいと思います。そう、そしてこっちは今バックで移動してるんですけど、松本市あの塩尻市が見える高ぼっち高原から言うとあの西川の風景になります。またあの朝の段階になったら改めて紹介したいと思うんですが、今日はちょっとこんな感じで夜なんで、夜はでもこんな風景やっていうか、こんねもう本当に真っ暗で、車中泊にあの来られてる車もいっぱい止まってるんですが、もうほんま皆さん静かにされています。そう、そしてこの先ここ今まっすぐ上がっていくと一番ビュースポット富士山とかも見える場所があるんですけども、これも明日の朝行ってみたいと思います。はい、ここ今左の方に夜景がちらっと見えてきたんですが、こちらが諏訪湖、あの諏訪市諏訪湖を中心に夜景が見えています。はい、ここ左側もこうやって駐車場止めれるし、右の方もあの砂利になっているんですが駐車場になっています。ちょっとまずこちらで夜景を見たいと思います。はい、この夜景は諏訪湖の方を映しています。この諏訪湖の方、ここから映すとちょっとあの全体諏訪湖全体は映せていません。ちょうどこの手前に黒い部分はあの木で
見えないんですけども、夜景本当はね、この諏訪湖向こう手前の方は岡谷の夜景が広がっているんですが、ちょうどここからは影になって見えていません。そう、先ほど言ってたあのビュースポットからは諏訪湖全体がこうズバッと見えるんで、ちょっと今日はもう夜遅いんで、またいつかまたこの全体夜景を見に来たいと思うんですが、本日はもうやめて明日の朝全体の風景を写したりしに行きたいと思います。今日はとりあえず寝よう。はい、じゃあ今車にまた乗り込んだんですが、この諏訪湖が見える夜景のところからちょっとこの先行くと、もう一個あの駐車場があって、そこでもあの車いっぱい止めれて車中泊できます。そこにトイレがあるんで、そこのトイレで歯を磨いて、ほんでまたさっきのところ諏訪湖の夜景が見えるところに戻ってきて寝ようと思います。とりあえずその駐車場までご案内します。暗いんでね、もうほんま分かりづらいんやけど、ちょうどここにアスファルトがこの右に曲がる道があるんですけど、ここ曲がると大きな駐車場になっています。ほんめっちゃ大きい駐車場です。この間ここであのね、皆さんと車中泊した場所になるんですが、もうねやだっ広すぎて、この右左にちょこちょこと今日も車中泊の車の方が止まっておられます。そしてあのこの右手の方にトイレがあるんで、今日はこちらのトイレの方で歯磨きをしてトイレを済まして眠りたいと思います。でもここのトイレは夜間あの電気がつかないんでちょっと怖いです。なので懐中電灯を持っていきたいと思います。はい、じゃあちょっとこの暗いトイレなんですが、あのライトを持って歯磨きに行きたいと思います。よいしょ、真っ暗。ここで歯を磨きたいと思います。そう、ここトイレちゃんと一応見ときたいんですけど、和式のトイレなんですが、トイレットペーパーもちゃんとあります。大丈夫です。はい、電気がつかんことだけが残念。そう、ここ水は飲めないんですが、歯は別に磨いても大丈夫です。終了。はい、じゃあ今諏訪湖見えるところまで戻ってきて、ただいまの時間12時3分。もう10月12日になっちゃったな。気温はまだ10度のまんまです。ここで寝床作りを始めたいと思います。そうそう、ここ高ぼっち高原、テレビ映るんかな思ってやったらテレビは映ります。結構、まあ、あのワンセグになるんですけど、どのチャンネルも入る感じです。ちゃんとテレビが映る。はい、では今から寝床作りたいと思います。はい、このサンシェード結構ね、あのほんまにあの熱をもうしっかり遮断してくれて、そう、目張りにはほんまにすごくいい完成度です。吸盤でガラスに
貼り付けるだけです。はい、寝床完成です。あのサンシェードをつけただけなんですけども、はい、このようにフロントガラス横ぐるっとサンシェードをつけました。このサンシェードをつけたら、まあ、あのほんまにあの一つの空間が出来上がりました。さあ今日はもうあの時間も12時半になったか、朝の6時ぐらいまで寝て、朝いい風景が見れたらいいな思ってます。そうでもこうテレビが映るっていうのがすごいですよね。さあもう寝るときは僕はエンジン切って寝よう思います。そうこれ室内結構明るいと思うんですけど、ここの室内 LED 灯に変えてる、あの変えてるとこのようにかなり明るいです。はい、 N 版でこれゴロンと寝転んだ様子です。こんな感じで結構広々と本当に寝れます。この N 版くんは最高や。もうあの寝るためにある車かと思うぐらい、いやほんまちゃいますね。バンやから、あの貨物車なんですが、そう貨物車だけあってもう広々です。まあ僕はあのほんで寝るときはもうズボンも脱いでパンイチで寝るんですけど、わざわざあの言うことじゃないかもしれないけどパンイチで寝ます。そうでこの上にこれこのライトも便利です。このアストロさんで買ったこのライト、ほんまこの N 版結構この辺に磁石になってて、鉄使ってあるんでペンと貼り付いてこのように蛍光灯になります。まあそんなん使わんでもここにも LED があるんですが、よし、さあそろそろ寝ようかな。いい感じで眠たくなってきました。もう少しこれあの早い時間やったらこのライト持ってきとったんで、あのビュースポットまで行ってスワッコの夜景映したかったんやけど、今日は残念ながらもう時間も遅くなったんで、また次回にしたいと思います。いい風景見れたねえな。いい風景見れるように願いながら寝たいと思います。よっしゃ、布団をかぶって、うわいかせい、おやすみなさい、おやすみなさい。あーよう寝れそうや、これは最高や。ズボンを脱ぎ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 、ズボンも脱ぎ脱ぎして、はあ、ズボンを脱いで、もう寝る寝る、よしエンジン切って、よいしょよいしょ、 OKOK、電気消した、うん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 、 OK、 えよっしゃよっしゃよっしゃ、おやすみなさーい。電気消灯、おやすみなさーいって言うたんやけど、これを目元マッサージをしながら寝ようと思います。これね、なんかあの中国人みたいな、そう女の人がこう多分声吹き込んでくれたと思うんやけど、片言語でご使用いただきありがとうございますって言ってくれるんですけど、まあこっちが使用してね、なんか気持ちよくしてもらってるんでありがとうってこっちが言わなあかんないけど、そう丁寧なんですよこの人、この人がこの子。よし、この音楽がなんかいい眠りに入ってきそうな。未来は近い。
おはようございます。起きました。太陽が差し込んでいます。改めましておはようございます。ちょっと寝起きでほやほやですが、外の景色を見に行きたいと思います。よいしょ。おお、眩しい。まあまあ晴れてる感じです。よいしょ。お、なんか雲が多いかな。おお、すごい。お、雲海ですね。雲海が広がっています。すごい。あ、これ向こうの方にアップにしていくと、これ富士山ですね。富士山見えています。すっげえ。この雲海が広がってるところは諏訪の町、岡谷の町に雲がべったりかかっています。綺麗な。向こうの方に八ヶ岳も雲にちょっと隠れてるんですが見えています。今太陽がちょっと雲に隠れている感じで、ああ、気持ちいいな。こっちに画面向けると、向こうは南アルプス、そう、北岳中心にそびえています。おお、いつの間にか車もいっぱい止まっています。あ、これ、西の方向を見ると、いい青空で。こちらを向けると、お、太陽が力強く光ってきました。うわ、綺麗な。もっとね、なんかすっきりとした天気かなとは思っとったんやけど、雲がべったりはあるんですが、富士山も見えるし最高。よいしょ。寝癖隠し終了です。ちょっとワイヤーターバンで寝癖をシュッと隠しました。さあ、今から穂高が見える方に向かいたいと思うんですが、ちょっと今からエンジンかけよう。よし。こう結構ね、結露しています。窓一回、こっちは太陽が当たってるから結露してへんな。こっちは結露中です。じゃあモーニングエンジンスタート。おお、かっこいい。あ、6時に起きる言うとったんやけど、そう、今朝の気象は6時30分40分ぐらいになっとった。ああ、温度は16度もある。結構あったかくなってるな。はい、じゃあ今から。うん、雲海が綺麗。あ、八ヶ岳が見えんくなっちゃった。こっちに富士山が見えていますね。これはいい風景やと思います。綺麗。ではちょっと穂高が見える方向に行きたいと思います。よし、じゃあ出発します。ここ目の前はこれね、ずっとなんか散歩コースみたいになっています。歩けるように。よし。向こうのね、なんか山の方までビューって歩いて行かれてる方らもおられます。ちょっとまず穂高の方見に行く前に、一回駐車場を、もう一個駐車場があるんで、夜中に歯磨きに行った駐車場を移してから行きたいと思います。おお、朝はね、全然もう風景がっていうか、
夜真っ暗の時はすごい暗くて、周り何も見えんかったんやけど、当たり前のこと言うとな、すいません、ありがとうございます。よし、はい、ここ駐車場になっています。朝の駐車場の様子です。こんな風に広々と砂利道で広い駐車スペースになってて、ここで車中泊される方が多いですね。はい、そしてこれがトイレ、トイレがあります。ここは夜は電気がつかないんで、ちょっとライトを持ってトイレに行くことをおすすめします。はい、駐車場をねまた戻ることもできるんやけど、ここに大きな牛の看板があるんですが、牛の看板はちょっと今日この牛の看板、こっち右の方にずっと行くと塩尻峠の方に降りていきます。塩尻峠から登ってくる高ぼっちルート。では今から奥穂高の方が見える西川の景色が見える方向に行きたいと思います。あ、いっぱい人がそこを歩いとるな。これまたずっと先ほど今日僕が寝た場所に一回戻るんですけども、いやいい風景やな。ここね、その向こうに見えてるそこの稜線のところを歩いて行けるんですが、そこまで歩いていくと諏訪湖の方も見えるし、振り返ると穂高の西川の街並みも見えたりします。よし、今日はそこまでちょっと写しに行けるかな。すごい青空綺麗な。はい、ここが先ほど僕が寝てた場所です。キャンプ場の方に戻ってきました。こちらがずっとこの先行くと松本方面から登ってこれるルートに降りていく方になります。よし、ここがキャンプ場になってるとこなんですが、こちらからは穂高の町山並みなど見えます。こっちの方がすごく綺麗に山が見えています。うわ、ちょっとすげえ綺麗、楽しみ。やっぱ綺麗。こんな感じでいっぱいの車がおられます。わあ、楽しみや。ちょっと撮影に行きます。よし、じゃあ今からちょっと行きたいと思います、撮影しに。おお、やばい、めっちゃ綺麗。
めちゃめちゃ綺麗に北アルプスがバーッと見えています。うふへへのへ、うわーすごいな。今日はめっちゃ綺麗にこの北アルプスの方が見えています。綺麗な、はい、この奥穂高見えています。すげえ。そして槍岳も見えています。北アルプスすげえな。白馬方面も、白馬、もう少し白馬もこっちの方なのかな。そしてこの下の方、この町、ここに広がってる町は松本市です。うわー、これが高ぼっちからの風景です。今日は今東側の方を映してきたら、東の富士山の方は雲海が広がってるような、そんな天気なんですけど、こちらの方は綺麗に快晴でした。はい、ちょっとあのハッチを開けて北アルプスが望めるようにゴロンとして、あのこのポジションにちょっと駐車しました。ゴロンとした風景を見たいと思います。よし、ここにゴロンと寝ながら見る北アルプスです。いえ、こんな風に奥穂高が見えて、槍岳が見えて、最高やん。松本の町も見えて、こわ、絶景なり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 、最高です。うわー、高ぼっち高原最高だ。よいしょ。いや、ほんまに最高です。気持ちいい。ほんで今日、ハッチを開けて高ぼっち、ハッチを開けて高ぼっち、何言うと間違えた。ハッチを開けたら北アルプス、ハッチを開けたら北アルプス。
今日この僕のこの N 版のちょっと紹介したいなとは思ってるんですけど、今日はもうそんな大した紹介場所もないんで、大体適当にだけ紹介したいと思ってます。はい、適当に紹介です。ほんまに適当に紹介です。そう、どういうベッドになってるかということです。これ江南さんの このマット、これ1個使ってなくて余ってるんですが、これ江南で買ったマットなんですが、このマットすごい厚みがあって、ほんまに全然痛くないです。そう、ほんでこれにトラックに使ってた眠りっちのマットとかを2つ引いております。ちょっと奥まで見づらいですが、こんな感じでズカーンと、はい、これはサンシェードですけど、はい、こんな感じでベッド作って寝ています。そう、これが購入した棚なんですけど、これで底上げしてあるんで、下に荷物がガッと入るようになっています。ちょっと汚いなこんな感じ、もうガチャガチャと、あ、ジャイアンホゲーうどん。では今からここは今からなんですけども、改めてまた N 版の紹介はしたいと思うんですが、ここ向こうにはずっと北アルプスが見える、ここキャンプ場になります。高ぼっちの絶景スポットを見に行きたいと思います。そう、こちらの紹介もちょっとだけしとこうと思うんですが、ここはキャンプ場になってて、一応向こうにもテントが立ってるようにキャンプもできます。そう、お金は何やったかな、そう、500円ぐらいで、そう、お気持ちみたいな感じになっています。ちょっとさっと見に行きたいと思います。はい、ここで高ぼっち高原の協力募金箱、だいたい500円ぐらいでいいよって書いてありますね。はい、そして向こうにはトイレもあります。ちょっとしたなんか売店もあるんですけど、まだ開いてんやろな。ちょっとトイレもあって、そして向こうずっと歩いていく道があるんですが、向こうに行くとビュースポットがあります。そちらの方に行ってみたいと思います。はい、ではちょっとビュースポットまでご案内したいと思います。ご案内してパッと撮影してさっと降りてこようと思います。日本一のシャッターポイント高ぼっち山頂、 400m、 6分から7分。寝ていた場所です。あちらに大きく広がった砂利のところがトイレのある駐車場です。せっせ。よし、もう少しで到着で、ビュースポットビュースポットビュースポット、すごい人が見おられます。
うわすごい。写真もけど、よく見るのもいいの。すごい。綺麗。では、撮影タイム。奥の方に富士山が見えてます。先ほど朝見えた風景と一緒ですね。雲海がまだ広がっています。いやーすごい綺麗。ちょっと360度回してみたいと思います。そうそう、この辺が、これ南アルプスです。すごいな。ぐるーっと一周します。向こうの方はどこかな、山がわからないです。そしてこっちが、これはもうすぐにわかる奥穂高の山です。奥穂高が見えて槍岳が見えています。お、アップで映しちゃいました、ごめんなさい。よし、こんな感じでここからのビュースポットからの風景はこんな感じです。これが向こうが八伏山になるんかな。はい、ぐるりと今一周します。一周しました。うわ、ちょうどここ八ヶ岳はこう雲にね、ぴょっと雲があって、ちょろっとしか見えてないです。八ヶ岳のこういう稜線しか。富士山、よし、こんな風景です。もう一周しとこう。うるさ、うるさ。もう一周しときます。富士山、はい、そして、はい、雲海、諏訪の町、岡谷の町は雲海に消えております。北岳を中心とする南アルプスです。こちら西の方向を向くと御嶽山とか見えてると思います。そしてこの辺が奥穂高、そしてその横に尖ってる槍岳、そしてこんな風に町じゃない、山が見えています。白馬の方まで見えてます。よし、いい景色やった。行こう。富士山ありがとう。沈みやめようって書いてあるな。いつぞや僕は向こうの奥穂高の方、ちょっと白く見えるんで残雪とか雪が降ってるんかなと思った時があったんですけど、この時期になったら。そう、もともと奥穂高の方とかは岩山が多いんで、その岩が白く光ってるように見えるだけでした。
雪は雪は戻ったんやけど、今年の雪はいつ降るやろな。よし、はい、あの車を止めてるキャンプ場のとこまで戻ってきました。今日はもうあの高ぼっちに車中泊、ほんまに寝に来ただけやったんですけども、朝からの風景がちょっと楽しみあって、まあまああのいい景色が見れて大満足しています。そう、もっと綺麗な時もありそうな気がするから、まあまあ言ってるんですけどね。よかった。はい、今日まあほんな今からまたあの松本ルート、松本の方から上がってきたルートをそのまま帰っていきたいと思います。はあ、いい景色が見れてよかったよ。よし、まあ皆さんほんま高ぼっち高原また遊びに来てください。めっちゃいいとこです。さあ帰ってきました。よし、さあ下山します。よいしょ。はい、時刻は朝 AM 8時1分下山を開始したいと思います。温度計を見ると12度になってる。うわ、よし。あ、大山信代さんがそう亡くなったって、あの残念な、なんか悲しくなる話が今ニュースで言っていますね。大山さん、僕らのあの子供の時代のドラえもんのね声優さんで、もうほんまにドラえもんって言えばあの声なんやけど、大山信代さんの声なんやけど、残念。なんかね、どんどんと時が経っているんが、あの感じます。うん、よし降りよう。よし、じゃあ今から下山を開始したいと思います。ちょっとあの友達にもらったそのパンをかじりながら行きたいと思います。今日はほんまあの車中泊の動画なんですが、あのほんまに高ぼっちいいとこなんで、ぜひぜひまた機会があったら高ぼっち高原、長野県松本市塩尻市、うん、この辺りなんですが、はい、あの遊びに来ていい風景を見てください。では今から下山に向かいたいと思います。ありがとうございました。あ、いい風景見れたらよかった。でも大山信代さんの話が、うん、では終わります。はい、崖の湯まで降りてきました。時刻は
ちょっと過ぎたんです、あの時間がついてから経ったんですが、8時1分ぐらいに下山し始めたんで23分4分ぐらいで降りてきています。気温は11度、上ね14度とかになってたと思うんで、朝はこの下の方降りてきた方が日が当たってないからかわからないんですが、ちょっと冷えております。高ぼっち高原の頂上の方がちょっと温度が上がってきました、上がっていました。はい、ではここで終わりたいと思います。ありがとうございました。ほんまにあのいい車中泊になったと思います。ただ寝に行っただけでしたが、ぜひぜひもう一度言いますが、高ぼっち高原遊びに来てみてください。終わります。